はい、です。今日はですね、まあ、自民党の,あの政治家に取り入っているというのはもう周知の事実になっている、まあ、統一教会なんですけどもこの統一教会がですね男女共同参画にですね大量に入り込んでいて政策をねじ曲げようとしているねで統一教会といえば一番キモいのは何ですかこれはですね合同結婚式がやっぱりキモいですよねまあ売るのもキモいけどさねっ でではですね男女共同参画ね、えー、これをですねこれはあの男女の権利が平等っていう考え方ですよね。でこれ合同結婚式と真逆。あよだからあのとりあえずドイツ教会があの願ってることはですね合同結婚式の法制化だと思うんですけどもだろうね,ねえこ,れこれをねねじ曲げている。 男女共同参画社会ねに入り込んでいっている統一協会どんなものなのか今日はコンさんと見ていきたいなというふうに思っています、うん、コンさんよろしくお願いします、えー、いやまずですね男女共同参画ですね何なのかこれコンさんが紹介してるんだけども、うん、男女共同参画局 男女共同参画社会とは男女が社会の、えー、対等な構成員として自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が保確保されもって男女がき、えー、均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができかつ共に責任を担うべき社会です合同結婚式これどう当てはまるの ?180 度違うんです180度違うよねそう180度違うんですよ,よ,、ね、ですよ教えがでだから うん、この旧統一教会とかが入り込んできているっていうそこであのまあ言ってみればねじ曲げようとしているどころか、うん、この東京新聞の記事さ旧統一教会側と自民党改憲案が一致緊急事態条項家族条項濃厚な関係が影響はてなって書いてあるはてなじゃねえからこれも完全に影響を受けてるでしょそうだから自民は 統一協会の、まあ、いろんな団体と濃厚接触してきたわけですよ。<や>ね。そうすると、自民党の改憲草案を見てください、皆さん。ね。だん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 ね、うん、元あ、旧統一協会が言ってる教え、うん、そのものになりつつあるわけですよ。うん、つまり、憲法も。うん。統一協会が支配していくのそう。だってね、今の憲法、皆さん、個人は、 個人として尊重されるって書いてありますね。うん,うん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 。はい。それで自民党の改憲草案。これはあの PDF が公開されてるんで誰でも見られますけれども、ネット上で。なんて書いてあるか。家族を基礎単位とするって書いてある。つまり個人が消えた。消えた。個人の尊厳とかなくなっちゃう。<laughs> そうなの。まさに原理口論に書かれてあることなん家族を基本的に。なる父母のもとに。 全ての家庭は統一されるのですっていうことで、うん、そのトップに立つ、要するに統一協会のトップに従えっていうことなんですけど、いや、もっとすごいなって思うのが、うん うん、人類の父母となられたイエスが韓国に再臨されることが事実であるならばその方は間違いなく韓国語を使われるであろうから韓国語はすなわち祖国語信仰の母国語となるであろうしたがってあらゆる民族は祖国語を使用せざるを得なくなるであろうこのようにして全ての人類は一つの言語を用いる一つの民族となって一つの世界を作り上げるっていうところなんですけど要するに日本語を消滅させたい、うん、一つの家族だから違う言葉使ったおかしいじゃないか、うん、っていう。 まあ価値観に基づいておりますからじゃあこれはあの憲法に入り込んでいって日本をねだんだん骨抜きにしていかないとダメだわなこれ。うんうん、であのもっと書いてある「一つの父母のもと、えー、にある同じ子孫として同一の喜怒哀楽の感情を持っていながら、うんえー、これを表現する言語が異なるために互いに通じ合うことができないということほど不幸なことはない!」。「日本語なんてよくわからない分これ言語を使っているのはおかしい!」。ね。 それゆえに再臨の主を父母として抱く一つの大家族による理想世界が作られるとするならば当然言語は統一されなければならないのだまあそれはあのー、個人なんてさ意識してたけ、うん、個人の権力がどうでもいいと。家庭が単位なんだ。うん、そしてその家庭というのは、うん、真なるお母様お父様ね。文鮮明藩白者。でそしてそのトップ。 統一教会が言うイエス・キリストのもとに一つのね民族一つの言語に統一されよということですねこれは。だけどさ今聞いて改めて思ったのがね、うんあのー、韓国併合したじゃないですか日本ってその時には韓国文化を完全否定して日本語と日本語文化によるあの洗脳を行ったんだよ。イエスなので<え>これは、ねうん あのー、コンさん素晴らしいところにさすが気づいたなというふうに思うんですけども、うん、あの皆さんも考えなければならないのは、うんえー、このカルトというのはですね特徴があってですね、うん、文明論とかを振り回すんですよ。うんね、でこれ「韓国の文明が」とかってこれ何を意識させるかっていうとナショナリズム。うんうんね、でコンプレックスが強いところほどそのナショナリズムは過熱します。 そうです日本だって、うん、まあもうこういう言い方しないけど米帝っていう言い方ありましたよね。やってたね。<米帝> <laughs> で、うん、ねあのアメリカに支配されて原爆を伝えてふざけんな日本は美しい国だ英語文化圏な何するものぞーみたいな感じあるじゃないですか。うん、でそういう敗戦コンプレックスみたいなものを刺激するこれは上等手段なんですよ。うん 日本が素晴らしい国です、うん、いや素晴らしい国だよでも、うん、アメリカだって素晴らしい国だ、うん、韓国だって素晴らしい国だ、ね、で、日本はクソだ、ね、いやいや、同じようにアメリカもクソ <laughs>、ね、韓国もクソクソなところもあるじゃないですか、ね、すいません、あのコンさん私最近よく知らないんですけど韓国、日本、まあ、日本でいいか日本で一番のアイドルって誰なんですか 最近誰だろうねじゃあいいや女優でもいい最近の女優さん誰だろうねまあパッとあの浮かんだ女優で言う,言うと誰なんですかねすずちゃんかなすずちゃんねあのすずちゃんだとしてですねすずちゃんは、うんうん、当たり前ですけどすずちゃん可愛いですねあ、まあ、すいません見たこともないんですけども、うん、すーちゃんねあるいは皆さんが想像する一番ね理想のアイドルを浮かべてください男でも女でも何でも,何でもいいよ思い浮かべて。うん うん、その人の大腸には何が入っていますかうんぴー大腸にでうんぴーが入ってるじゃないですか、うん、どんなに綺麗な人美人さんにもですねうんぴーは入ってるんですよ、うんうん、国も一緒、うんね、いいところも悪いところもあるんだからっていうのを受け入れるんじゃなくて一つが素晴らしいっていう意見はですねブーねっ だからそういうのがですね、まあだから復讐みたいなもんだろうな、うんうん、これは。そうなんだよね。僕はそういうところがどっかしら、その統一教会に感じるものがあるなと。いや、絶対ある、絶対ある、それは。うん、間違いなくありますよ。自分たちの文化を取り戻すっていう運動と一つになってしまってね。うんうん、で、えー、それに関してですね、例えば、この富山のね、このチューリップテレビとかさ、うん、富山の,あの地方テレビ局とかは、かなり、うん や、うん、やっっててるんですよ、ね、やってますよよねまこれ「統一教会と富山県内の政界」って書いてあるところに富山大学の非常勤講師の斉藤正美さんっていう人が出てきて統一教会の世界日報の有名記者だった人の名前が男女共同参画局の推進委員の中にあった。うこれ読むだけですごい怖いんですよ。これ一体ど,ういう方どういうことなのこれ。スッと入ってたんですよ。 えつまりそこから、うん、あの政策に影響を与えていくっていうことですかそういうことですそれはあかんのちゃうのこの人だけなんでしょいや、yeah. マジでやだなもう。だから、ね、いいこの人が委員に入ってると、うん、男女共同参画イベントをやろうとするとさ、うん、例えば表向きは性教育講座ですみたいなことを言うんだけどそれが純血教育であったりとかうん、うんね、下手するともっとベタに何、えー、て言うんだろう自由恋愛は禁止です。 っていうね教教えがあるわけですよ統一会にはだからだから性欲っていうのはサタンのなんとか言い始めかねないわけですよまあ婚前交渉恋愛禁止だからねそうアイドルかって言いたくなるんだけどでそれで自分で恋愛するんじゃあどうしたらいいのって言ったら合同結婚式で「はいお前結婚しろ」って言ってンはうちらがやると言語が違ったりするんだよアフリカの人とああのま日本人とか結婚とか するんだけど、うん、それは愛の力で乗り越えなさい,いや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 すごいねそうでこのように男女共同参画の委員に、えー、その元、えー、旧統一教会の人がさらっと入っていくと何が起こるかって言ったら、うん、イベントに信者が来るんですよ記事には書いてないけどなるほど うん、イベント企画するじゃない、役人で。企画して、そこには信者が来るわけ。うん、で、信者が来たら、一般市民ももちろん来るから、うんね、あなんか、今日の話は面白かったですよねって声かけちゃったりするわけですよ、いっぱいや、怖いねあ。確かに今日のあの話は面白かったですよね。あの今度、今日の話のようなことを、もっと面白く分かり、分かりやすく、若かる人にもあの伝えられるようなイベントやるんですけど、よかったらどうぞ。 あるそれ俺が営業マンの時にやってた手法やないかい,な <laughs> いろんな経営者が集まるイベントとか行ってね大、うん、前列に座っていろいろ気の利いた質問とかするんですよ、うん、それで名刺交換とかして幹部の人たと名刺交換する。うん、いや今日の話とても面白かったですまたぜひお話しかしてくださいね」っていうふうに言ったその日の晩の間にどれだけ遅くっても「本日のお話ありがとうございました」ってメールを書いてですね次の日に「いや何々さん昨日の話とても面白かったですぜひお会いさせていただきたいんですけど」とかって言ったら ー偉い人にアポが取れるっていう手法でね、私は物を売りまくってたんだけど、そういう感じで多分ド統一協会のやる。手法としては非常に正しい。営業マンとしてはすごい正しい行動だし、うん、警戒心が下がってるときにやってるから、ものすごいいいんだけど、ええがう,ん、もうしかもこれは自治体のお金で運営されるからね、男女共同参画っていうのは。<ー>公金、税金ですよ。ちょっとね。 これは飽きませんよねっていうことでコンさんがねいろいろ細かくその事例を解説していただきましたんで、うん、ぜひ見てほしいなというふうに思いますそれではスタートはいフリーライターのコン一生です、えー、岸田内閣が改造して、えー、もう統一協会絡みの人はいないのかな7人もそういえばかつての岸田政権にはいたなと思っていたら じゃあその人たたたちを除外してて新たに入れてみたら、なんと岸田総理も含めて8人の、えー、統一教会との関係が疑われる閣僚が入っていました。っていうねもう冗談にもならないようなことが中央政界ではあのー、明らかになってしまいましたがじゃあね中央政界東京のことだろうと思,思ってる方は結構いらっしゃるんじゃないかと思います。 中央政界だけじゃないんですよ残念だけども統一教会との関係があるのは。で今日ね、えー、話して、えー、みたいのは、えー、まあ僕のネタ的にはね、えー、かつて、えー、全国の社会福祉協議会がね、えー、一部、えー、統一教会からのお金が流れていましたしかも日本赤十字社にも流れていましたそして赤い羽共同墓金にも流れていましたっていうねこの非営利の,あの寄付で成り立つ組織。 がまあそういう統一教会からのお金が流れてきても何の釈明もしないで、えー、それどころかもう一切あの旧統一教会絡みの団体には団体からの寄付は受け,受け付けませんということも言っていません。でこの今挙げた、えー、社,社協と赤十字社と、えーえー、赤い羽共同募金の代表はなぜか同じ人物なんですね。 清家篤さんまあ、この問題はねちょっとゆっくり見ていきますので、えー、また別の機会に、ま、あの新しいネタがどうせ浮上してくると思うのでちょっとそれはお待ちください。今日話すことはですね,ね田舎のですねあの男女共同参画センターってありますよね各自治体に。ここのの男女共同参画というところにも、えー、旧統一教会の 影が忍び寄っていたっていうねもう笑うに笑えないネタをちょっと今日話そうと思いますちなみに男女共同参画社会、えー、基本法っていうのがありましてですね、えー、これをちょっと基礎を踏まえて話をせんといかんので、えー、ちょっと読み上げますはい、男女共同参画社会とは男女が社会の対等な構成員として えー、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、えー、もって男女が均等に、えー、政治的経済的社会的および文化的利益を享受することができかつ共に責任を担うべき社会、ね、男女共同参画社会基本法第2条にこう書かれています。 まあ、いろいろちょっと固い言葉で言うとあれなんだけども、まあ、男女の人権は共にどっちがいい悪いとか偉いとかじゃないんだよと平等なんだよっていう人権の尊重がまずありますね。いやもう一つは国際的協調というのがあってですねあの日本人だけじゃないということですね。ね国際機関とも協力して、えーまあ、ジェンダー平等っていうのをやっていくよっていう方針なんですね。 まあそれとかあと社会におけるあの、まあ、例えば男女の役割,役割分担なんてこともありますよね父親だからとか母親だからとかっていうね役割例えば母親だったら食事を作るとか洗濯をしなきゃいけないとか家事やんなきゃいけないお裁縫は母親の方がいいとかねいろいろ今までに育児家事全般は大体女性に。 あの、任せられてきたというよりも、その強いられてきた部分があるんで、そういうのは女性だからとか、ね、男性だからではなくて、えー。男女平等でやっていきましょうよ、共同にやっていきましょうよ、って言うのが男女共同参画ですね。はい、まあ、まあ、それに、う、あと、まあ、細かいこといっぱいあります、L. G. B. T. の問題もあります。だから、男らしさとか、女らしさとかね、そういうのも、まあ、ジェンダーですからね。あの、ジェンダーに関する話も男女共同参画。 で、まあえー、多様性のある形を、えー、みんなで守っていきましょうっていうのが、まあ、男女共同参画の基本理念ですね。はい、ではどうなっているんだろう現実は伊勢新聞がすっぱ抜いてくれました、ねえー。三重県の男女共同参画センターホームページでですね旧統一教会関連団体が登録されていたと。ね えー、三重県の男女共同参画センターが世界平和統一家庭連合旧統一教会の関連団体をセンターの事業に協力する登録団体として認定しているってことが県への取材で分かった、えー、団体はセンターが主催するイベントに出展していたほかセンターはホームページで団体の活動を紹介している県は旧統一教会の関連団体という認識がなかったとし登録の是非を検討する方針だと 県によると、登録団体は世界平和女性連合三重第一連合会。団体側が平成21年に申請し、センターを指定管理者制度で運営する文化振興事業団の審査を経て、登録団体になっていると。でもね、これホームページをあの見れば分かるんですよ。あの、はい、今、ググってみました。で、世界平和女性連合出てきますよね。 ね、世界平和女性連合で検索してみます。はい、でそのホームページが出てきました。はい、でこれを見ればここの団体がどんな団体なのか分かってきますよね。でそうなると何が起こるかっていうと「もうすごいことやってるじゃん。なんか。 里親になるとかさ恐ろしいものにね正体を知ってから見ると恐ろしいですけど里親になるとか言ってますよはいねだからこういうふうにねあの見ていくとなんかいいことやってる団体かのように、えー、見えるわけですホームページだけで見ちゃうとねうんはいで私たちの活動とかっていうのがあったり 参加するっていうのがあったり最新情報っていうのがあったりまあするわけだけども、えー、そうだな何を見ればいいかな連合会について見てみようはいなんか全国組織には何だなってことが分かってきますねビジョンミッションって何だろう これもちょっと一通り見てみましょう。女性による愛と調和の精神で全ての人が幸せに生きる平和な世界を目指します。うん、貧困撲滅とかもいろいろ書いてありますね。いやはやいやはや。ねこれだけ見るとあの全然なんか怪しい団体でないかのように見えますよね。だから、あの普通に僕ら一般市民がホームページ見て、 ああなんか普通,普通の団体じゃねえって風に思ってしまうのはまあある意味仕方がないかもしれないしかしですね県職員がこれを何て言うかなあの普通の,あの団体だっていうホームページ見ただけで思ったからっていうのは言い訳にならないですよこれはね <laughs> あかんと思うわなんでかっていうとこの団体はセンターが主催する年に一度のフレンテ祭りでチャリティーバザーを出展してきて センターはアフリカへの支援活動など団体の活動をホームページで紹介しているとまあ確かにねホームページなんか自己申告ですからねえ一方団体はフレンテ祭りの一環で今月下旬に思春期講座を開く予定だったが先月末に中止を決めた団体からセンターに新型コロナの影響で講師を派遣できなくなったと連絡があったというと、うん、なんか怖いですね思春期講座表向きはねそんな感じなんだろうけどまあ結局は信者獲得なんでしょうね うん、でセンターは登録の要件に特定の政治宗教を支持する団体ではないことと定めている。センターの担当者は取材に過去の記録はないが登録の要件を満たしていることを団体側に確認したはず。センターの担当者は「ね、あなた泥棒ですか?」。いや泥棒じゃないっす。ああ、そうですか。それは確認なのちょっとずさんじゃない、仕事が。 そこをね、三重県民は叩かないとだめですよ。県民税払ってるんだから。これはずさんだわと。じゃあまあ、三重県が特殊なのかなと思っていたらですね、今度は毎日新聞です。はい。ね。自民党のね、井ノ口邦子さんですよ。はい。ね。 口子さん、もう皆さん結構有名なベテランの、ね、政治家ですよ自民党のそしたらね世界平和統一家庭連合旧統一教会の関連団体世界平和女性連合の主催のイベントに出席し、ね、同団体の関連月刊誌で対談したでことについて私はあの関連団体とは知らなかったと説明したと <laughs> それはないだろうって思いますけどね 国内、国会内で毎日新聞社の取材に答えてくれたらしいねんけど、井上口さんは。ただ、フェイスブックで2017年のイベント出席のほか、20年の対談を報告していた、2年前ですね、これらの経緯について、この対談っていうのは男女共同参画の雑誌。 えー、一切統一教会的なものはなく団体側は何もアプローチしてこなかったそれよりも純粋にアフリカの女児の進学とかをやってるわけでそこの接点だけなどと話し、えー、団体からの選挙の支援は全然なかったと否定したアフリカの女児の進学はホームページに書いてあるかもしれないけど本当にそれをやってるかどうか誰が確かめたのそういうことですよ井ノ口さんやばいですよ 里親をさ募集してたけどもさ、それも怖くないですかある意味で。なぜかって言うとね身寄りのないさ子供世界中にいっぱいいますよ。そういう人をさ里親見つけて日本でいくらあの暮らさせればその子は宗教二世になってしまうよっていう疑いすらあるんだよ。猪口さん自分がやったことの重さまずいですよ。自民党議員がね認めてくれてる。 あの事業活動なのだということを井ノ口さんが参加することによってお墨付きを与えてしまったんだよとしかも男女共同参画だからね出産子育て、えー、もう絡んでくる話ですよこれはね知らなかったじゃ済まないですどんどんいきましょうね今度は東京新聞ですねえ旧統一教会側と自民党改憲案が一致 緊急事態条項、家族条項、濃厚な関係が影響かと言っています。これはですね、2017年4月に公開された長さ17分の動画で、渡辺芳雄副会長、これは国際商協連合ですよ、の副会長が独自の会見案を解説している、ね。でね、ちょっと先の方に話を持っていきますね。ちょっとあの、よいしょ。 あのね、防衛の話じゃなくて、今日ちょっと男女共同参画の話をしたいんで、あのジェンダーとか子育てとかって全部これ、男女共同参画なんでね、えー、でね、会見をめぐる自民草案と旧統一教会側との一致はあるぞと、えー、これも渡辺さん、さっき言った国際勝共連合の副会長は、さっきの動画で憲法に家族保護の文言を追加と主張したと。 で家庭という基本的単位が最も社会国家に必要だから保護しなきゃいけないという文言を何としても憲法に入れなくてはならないと強調これに対し自民草案で新設された24条条文には家族は社会の自然かつ基礎的な単位として尊重さ,尊重されるとある双方の家族従事はよく似通っているその通りです今は日本人の憲法日本の憲法というのは個人として尊重されるのよ なのに、ね、自民党の改憲草案では、家族は基本的な単位として尊重されるって言ってるわけよ。これ、まるで意味が違いますよ。個人として尊敬、尊重されるならば、子供は親にね、例えば不当な扱いを受け,受けていたら、個人として尊重されるから保護されることもあるでしょう。しかし、家族が基礎的な単位として尊重,され尊重されるというふうに変わってしまったら、家族のことは家族の内側で解決しなさいという意味になってしまうので。 えー、子供を守る法律は全部無効になります、えー、恐ろしいことをやっています、えー、旧統一教会は2015年の解消で家庭連合と名乗っている通り関連団体を含めて家庭家族はキーワード、えー、創始者の公、えー、文,文宣明史を真の誠のお父様かな、えー、と呼び神様の下に人類が一つの家族である世界を理想に掲げると でこうした教団の家族観についてえ北海道の桜井義秀教授宗教社会学は、えー、目指しているのはムン氏を中心にした真の家族え自由恋愛や婚前交渉は論外、えー、信者には合同結婚式で相手が選ばれると解説するとでこうした教義に基づく家族観は自民草案の歌う家族とは似て非なるものだ、うん、ただ桜井氏は商業連合が教義に基づく家族観を前面に出さず 自民草案に同調していると指摘、その思惑について、えー、教義を真正面から解くだけでは多くの人々は受け入れず、信者も増えない。だから教団側に都合の良い自民の改憲草案に乗っかり利用しようとしている、えー。実際に関連団体は家庭づくり国民運動などの講座を開き、旧統一教会の名を出さずに布教につなげてきたと櫻、ね、井教授は指摘しているわけですよ、宗教社会学ね。なるほどいや だから、この自民の改憲の草案も、言ってみれば、統一教会が乗っかるぐらい、家族主義なんですよ。ね。だから、そのこと自体が、男女共同参画っていうのは、もうだから、レズビアンやゲイなども含めたえ人を親として認知する、とあるいは夫婦関係として認知するっていう多様性を認めようとしてるのと逆行してますよね。まあ、自民自身が逆行してるんだけどもね。 でえー、っとね、京成女学園の斉藤さより憲法学の教授はこういう風うに言ってます自民相談と旧統一教会の考えに類似するのは個人の尊重を知ぞけ不権主義的家族の中に埋没させる危うさと見る、えー、立憲主義の柱となる個人の尊重をないがしろにするかのような会見に自民と旧,旧統一教会が足並みを揃えているように見えるって書いてあるねだから男女共同参画に えー、統一教会の影が忍び寄るってことはとても恐ろしいことなんだっていうことを分かってほしいです。改憲勢力にも加担してしまうことになるんだってことですよ。そうすると民主主義は終わるね。<laughs> そういう恐ろしさを持ってますよってことです。そうだから、あのー、これは偶然ではないわけだよ。どっちからもすり寄っちゃってるってことだよね。あのー、自民は選挙で手伝ってほしい。ね、統一教会の方は 逆に信者を増やしたいから自民に乗っかれって話です。はい。でこれがねまだまだ続きます。富山県。実はこのこれもね長いんであのサクッとあの紹介しますけど、これね、えー、KNB ウェブっていうのは北日本放送なんだね。北日本放送が、えー、富山大学非常勤講師の,この斉藤雅美さんっていう 人の指摘でね、統一教会の世界日報の有名記者だった人の名前が、男女共同参画推進委員の中にあったって言うんだよ。それをすっぱ抜いたんだよね、はあ。恐ろしくないですか。男女共同参画推進委員の中になぜか統一教会系の人力とか入っているっていうことがね、どうやって取り入ったんだって感じもありますけどもね。うん でこの斎藤先生はなんて言ってるかというとパートナーシップ制度っていうのは富山県も富山市も今作ろうという機運があって、まあ、動き始めてると。ということはそれを議員さんに招いて作らせないように動いてるんだろうなということなんですよ。男女共同参画の中に統一教会の人が入ってるっていうのはそういうことなんだとあの推測できますと言っていますね。はあ、でこの斎藤あの先生も,うもうこんなことも言ってます。 統一教会にあと保守的とされる教団は結婚して子どもを持ち女性が家を守る伝統的な家,族像家庭像を重要視していて斉藤さんはこうした教団と政治家の結びつきが深まることで政策決定に影響を及ぼしかねないと指摘しますね、でこういうふうに言ってるんです男と女女と女の結婚では子どもができないだろうと。 結婚して法律婚で異性愛で結婚して子供をたくさん持つっていうの,いうのが旧統一教会の教え考えで教え,教,え教えているし LGBTQ っていう同性愛はどう、えー、ど同性婚は自分たちの教義に反すると、まあ、教義の漢字が間違えてる気なんだけど要するにあの統一教会の教えではあのセクシャルマイノリティの存在自体が規定されてるわけです。 富山県でも今県が作ろうっていうねこのパートナーシップとか LGBT に関する多分条例を作ろうとしているのにこれはとんでもない食い止めねばってなってるっていうのが、えー、統一教会側なんだとねなんかだんだんきなきさくなってきましたねしかも <laughs> はいこれがねあの日テレニュースのサイトの方に後半が載ってたんですけどもええーね えー、この富山県の中では、ですね、えー、この富山大の斉藤正道さん、さっき僕があの引用した先生ですね、えー、旧統一教会の方が政策に影響を与えた例として、私が最初に気がついたのが、富山県内の事例でした、公募だったり、地域推薦だったり、その中に男女共同参画が反対だよって言っている人が一人入っている、で、リーダーになっている。 それはすごいよね、うん。いや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 。この、これはね、えっ、ー、と、砺波市って読むのかな。15年ほど前に、砺、え、波、ー、市の男女共同参画推進員を務めていたのは、統一教会の元広報局長で、県平和大使協議会の鴨野守事務局長です。この人です。このおじさんですね。 このおじさんが男女共同参画に入っているってことは男女共同参画の多様性を潰すために入っているってことだよねで実際この鴨も守さんこう言ってます「私は男女共同参画というものに対し懸念を持っていましたけど中で何が行われているか見てみたいなと」となん,かなんかスパイみたいですね、えー、推進委員は男女が対等に社会活動に携わる社会を目指し 啓発普及などに取り組みますが斉藤さんは市内で開かれた催しの中で推進委員が行った朗読劇の内容を知り驚いたと言いますね、この富山大学の先生このね、内容たるや男女共同参画じゃないんですよ統一協会の教え考えがしっかり入っているなと思ったのは一つは生活が苦しくても専業主婦 女の人は専業主婦でいて家でしっかり子供を育てるっていうか面倒を見るそれが立派な仕事です主婦の仕事ですみたいなことが入っている男女共同参画って今まではどちらかというとないがしろになってきた女性の同じような権利を持とうという考えなのにおじいちゃん大切にしようとか頑固やち頑張れとか、まあ、そういう内容をねこの鴨野守さんっていう元統一教会系の広報のトップが。 あの男女共同参画のイベントで言ってるわけだと。ね怖いですねもうね。なんかま,まるで男女共同参画とはあのなんだろうな方向が違いますわな。うん、でまあまあこれもね細かいことは、まあ、ここま書いてありますけれどもあの大事なことはこの田舎の男女共同参画に、えー、統一教会の人が紛れ込んでる あなたの街大丈夫っていう意味で僕話してます。はい。でね、あの、僕の引用でよく出てくるチューリップテレビですよ。はい、旧統一教会会長と日田知事。ええー、一昨年の知事選前に面談。ね、後援会事務所で富山。 富山県の新田知事は、えー、9日の記者会見、あの8月9日ですよ、の記者会見で、おととしの知事選の前に旧統一教会、世界平和統一家庭連合の当時の会長と富山市の後援会事務所で面談したと明らかにした。ね、す,すごいな、えー。この新田知事は2020年8月1日に世界平和統一家庭連合の当時の会長である徳野英治氏と。 富山市内の講演会事務所で面談。新田知事からは立候補の決意表明政策について話した具体的な選挙支援については後援会入会申し込み者の紹介選挙期間中に選挙事務所の電話から後援会入会者に対しての電話作戦のほか滑川市や富山市などを合わせて3カ所で演説する機会を設けてもらったと、うん、つまり選挙を手伝ってくれたってことじゃ。 この徳野英治氏は富山大学出身で2009年に統一教会が警視庁に霊感商法で、えー、摘発された時の会長で引責辞任していました。なるほど。その後、統一教会が世界平和統一家庭連合に名称変更される前にも会長となりおととし10月に交代していました。ずっぽりの人じゃん、この徳野さんって。ねえ、これはさあ、ちょっと。 と富山県の知事としては会っちゃいけない人に会ってたってことだよね。さすがチューリップテレビ書いております。はい。まだまだありますよ。はい。これは、えー、っと金城ポダが神奈川新聞ですね。旧統一教会公的施設でご講演会 <laughs> ね。 公益財団法人横浜市男女共同参画推進協会が指定管理者として運営する男女共同参画センター横浜フォーラムで昨年12月世界平和統一家庭連合家庭連合が講演会を主催していた家庭連合は霊感商法や違法な勧誘などが問題になっている世界キリスト教統一神霊協会統一協会が2015年に解明した団体 ね、あちなみにですねこれ今言ったのは昨年って言ってるのは2019年の話ですこの記事自体は2020年6月なので2年前の記事ですね、えー、講演会の参加者に,によると、えー、講,師講師が創始者の名前を口にし「不幸は先祖を大切にしなかったから」などと語ったこれが男女共同参画の話ですか なので、全国霊感商法対策弁護士連絡会は、えー、施設が特定宗教団体の活動の場になっていると指摘して、えーね、これやめるように対応を申し入れたということなんですよ。はい、これがまあ神奈川での出来事ね。はいねえまあ、だから、男女共同参画がこんなずっぽりなところがちょこちょこ見えてきたってことは、普通の市役所のレベルのでは役、役人が、 えー、フィルタリングででできててなないってことです今なおです、ね、あの世界平和統一家庭連合長野家庭協会が手作りマスクを寄贈してくれましたっていうふうに、まあ、こんな記事が載っていますよ。で市長は新型コロナ対策は何て言うかな飛沫を防げるのが有効なので大変助かりますと感謝を述べましたって書いてある。でこのホームページ千曲市です。ちくま市はこの トピックスを消してないってことは、市長がいまだに自分がやったことがやべえ、統一教会の人と自分はあにありがとう言っちゃってるよってことを分かってないってことですよ、千曲シティの。だから千曲市長のなんとかしましょう、<laughs> 皆さん、やばいですよ、あなたの町の,、ま、の市長は。はい、それはね、あの別に田舎だけの話ではありません。練馬区、練馬区が登録の清掃,清掃ボランティア。 旧統一会の関連だったりだっったたこれをね立憲民主の山,形山岸あのあの一章さんがあの指摘したんですよ公表したんですよ。ね。だからねあの区のレベル市のレベル県のレベルとかっていう職員がやっぱり身辺調査をやらないままあ人々に何かこうなんだろう えー、支援をしししたりしててしまってるわけつまり旧統一教会の団体の支援を受け入れたりあるいは支援をしてしまったりをしているわけだよね。でねこの場合練馬区の場合だと、えー、練馬区地域の環境美化を行うグループという誰も反対しない一見最もな地域活動を通じて練馬区役所という公的機関につながりを得る。 一旦た練馬区役所という公的機関と接点ができたらさも練馬区役所という公的機関をお役所のお墨付きがあるかのように振る舞い活動を宣伝しているんだと、ね、山岸さんは指摘しています。その通りだよ、ね、いや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 ほか、まあ、にもねこの沖縄タイムズもすごいですけどね書いてることが「旧統一教会は沖縄で7種の選挙を支援自民と政策ほとんど一致」と県議が言っていると。 安倍晋三元首相の事件を機に、政治家との関わりが焦点になっている宗教団体、世界平和統一家庭連合旧統一教会をめぐり、沖縄タイムス社は8月6日までに沖縄県関係国会議員と県議、県内市町村長計98人に全員にアンケートを実施したといずれも保守系の国会議員1人、県議4人、市町村長2人の計7人が過去に、 え旧統一教会関連団体かからら選挙で支援を受けていたたことととがあると明らかにしたとなるほど。また16人がイベントや会合へ参加し、うち3人が祝電などを送ったと。なるほど。結構沖縄にもズブズブな感じがあるってことですね、これを見ると。うん。いやいやいや、まだまだ行きますよ。はい。これね、NHK の政治マガジンを見てると、 あの教会の指示で選挙手伝いましたと元信者が言ってるんで間違いないですね間違いないわけですよしかもですねあのこの間の前のビデオでは言えなかったんですけど旧統一教会イベントで、えーね、経済あ安,保安保大臣になったあの、えー、っとこの人なんつったっけな、えー、小林隆之さんだそう小林隆之さんもピースロードのイベントにちゃっかり映っておりますはい はい、もうでそれはね、ピースロードがね、まだまだあるんですよ。あの鹿児島市議の市議もピースロードにかかっていました知ってるんだよね。ピースロードが要するに統一教会のイベントだって分かってないまま、あるいは分かってたけども、分かってなかったと言い張るっていうね、<laughs> ことがあったわけです、はいえー。もうね、こういうの見てると頭くらくらしていくんですけども、えー、しかも先月27日に行われていたらしいですね、ピースロード。 ね、鹿児島市議4人も実行委員会に名前を連ねていたと。うん、だから市のイベントだというふうにもおかしいしねでまあ最後に紹介するのはあの有名人萩原さんオリンピック選手,で選手で今長野市の市長をやってるんですよね荻原さんねところがねやっぱ旧統一教会関連のイベントにビデオメッセージを送ってしまっていたと自ら認めました。 今年1月下旬関連する団体主催の会合にビデオメッセージを送りましたと。これもやっぱりさちゃんとどんな団体かを調べてない可能性があるよね。うん、だこうやってあの田舎町の市長なり自治体なりあるいは男女共同参画センターだったりっていうのは静かに汚染宗教汚染されているわけです。はいはい。 えー、今日もねいろんな地域地方の、えー、自治体、えー、もしくはそこの市長さんあるいは市議さんあるいは男女共同参画センターの窓口の人々、ね、みんな真面目に仕事はされてると思うんだけれどもやはりね宗教団体をホーームページ見るだけででにしたらあかんのですよ。悪いことは一切書きませんからそういう人たちは。 だからやっぱり実態調査にお金をある程度出すっていうのを市も県もやってほしいし、えー、特に初めて何かしらの関わりを持とうと思ったらどんな事業をやっているのかあるいはどんな活動をやっているのかある程度その職員が調べるっていうことには時間とお金と労力を僕はかけてほしいと思います。なないとみんなの払った市民税県民税税県が ととんででももないものに使わわれるるってことがあり得るわけですよ、ね、統一教権のイベントに使われていてそのイベントによって、えー、本当だったら男女共同参画だったらジェンダー平等な話になるはずがなぜか、ね、あなたは専業主婦になって子供を産んで育てるのがあなたの人生よっていうふうに言われたらそれは本当に先祖返りというか時代と逆境してしまいしかもそういう人たちがあそうだななんて市民がそれを聞いて思ったりしてさ。 ね、どんどん統一教会の教えが、ね、その地元に広がってしまったらものすごく超保守な基盤が生まれてまあ選挙でも勝ちやすくなるかもしれない保守が。だけど生きにくさは逆に増していくわけですよ。っていうことを考えるとねやっぱり自分の地元に、えー、僕は電話をかけるなりあるいはメールで質問するなりあの田舎の人ほどした方がいいと思う。それでで自自分のホームページ自分のののホホーーーームムペペジジ住んる町にあの 世界平和統一家庭連合で検索して何も出てこなければ何も出てこない,来らないかもしれないけど、うん、一応電話ををかけててててみみるっっいいいうのをやってみてもいいと思いますよ男女共同参画センターでもいいしあるいは、えー、そうだな視聴室にメールが送れるんだったら「ね、よあのこんにちは市長ですメールはこちらへ秘書会へ」みたいに書いてあったりしたらあのメールで送ってみたらどんな返事が返ってくるか。 わかると思いますよこんな例えばもうすでに報道されたものであればねあのこういう記事が出てますけども市長さん本当なんですかとうちの町はあの旧統治協会絡みの,あの関連団体によるイベントやあるいは資金の流れがあったりしませんかとそれに関して市長や県知事が記者会見をやる予定はありませんかとかねそういうことをねメール一発出してもいいし電話で聞いてもいいと思いますよ。でないとね気がつ パッて気がついたら、あれ、学校もそうなの教育関係もそうなのとか、あるいは福祉関係もそうなのね、実際それは全がありますからね。えー、だから、そうやって福祉も教育も、ねあの、下手すると建設とかさ、あるいはビジネスとかさ、まあ、いろんなところに本当に統一教会のから絡みの人がいる可能性があって、信者獲得のために部は、ね、わざわざボランティアをやったりとかしてたりするので、本当に恐ろしいんですよ。 ね、あの悪人っていうのはね何も顔に「悪」って書いてあるわけじゃないわけですよ。むしろいいことをやることによってあの人たちいい人たちなんだっていうことで信頼を得て、ね、気が付いたら自分が信者に取り込まれていたってことが起こりうるそれが統一教会のやり方なんですよ。ということで皆さんあの地元の,あの自治体がご不安であれば是非早めにメールや電話で問い合わせをしてみましょう。 ね、それによってあの、なんていうかな、まあ、あるいはね、地元の市議さんとか県あの、県議さんとかにメール送ってもいいです、これちょっと議会で、身辺調査やりましょうってやりませんかと、ねあの、全員に統一教会との絡みがないかどうかの、あのなんていうかな、まあ、アンケート、うん、市議会議員全員とか、ね、県議会議員全員とかやってみたらいいと思いますよ。ね だからそういうことをあの地元の政治家に提案してやってもらえたらさ、ね、婚輪罪も今までが関わりがあったけど、婚輪罪はもう会いませんとかって明言してもらえばいいじゃんね、関わりあった人に。そうするとやっぱり選挙でもさ、本来う、ね、受からない人が受かっちゃうようなことがないようになるわけだからね。ということでですね、えー、今日もあの僕は中央政界というよりも、この。 全国各地、土浦々でひっそりと行われている、元統一教会による宗教汚染について考えてみました。皆さんのお気持ちやお考えはどうでしょうか、コメント欄とかチャット欄に書いてもらえるとありがたたいですまた拡散してもらえるとありがたいです。